諫早市で開かれたコンフォートハウスカップ第9回 NCC ジュニアゴルフ選手権。小学1年生から高校3年生までの県内のジュニアゴルファー男女30人が年代別に7つの部門で日頃の練習の成果を競いました。プロを目指す選手からゴルフを始めたばかりの選手まで経験は様々です。最年少は今月小学校に進学する吉武ほのか選手6歳。2歳の時にゴルフを始め、ゴルフ歴4年です。ほのかちゃんは小学生低学年の部で見事3位入賞を果たしました。楽しかったです。楽しかった。バンカーで深いところを2回で出せたところが楽しかったです。ありがとうございます。兄弟で活躍したのは星名兄弟。小学4年生の翔太くんは高学年男子の部で準優勝。小学2年生の妹咲ちゃんは低学年女子の部で優勝と揃ってトロフィーを手にしました。嬉しい気持ちです。世界大会に行けるように、たくさん努力して優勝して頑張りたいです。2人とも一生懸命努力しているので、親としては一生懸命協力していきたいと思っています。高校生男子の部で優勝したのは長崎東高校3年の山田玄斎選手。小学4年生の時から毎年この大会に参加していて初めての優勝です。アンダーが出せればいいかなと思ってたので、まあ狙い通りだったかなと思います。 KBC に優勝して出たいので、それまでしっかり練習を積んでより良い結果が残せればいいかなと思います。山田選手は8月男子プロのトーナメント KBC オーガスタの出場権をかけた二次予選 KAB ジュニアゴルフ大会に出場します。 NCC ジュニアゴルフ選手権の模様は今月29日に NCC の特別番組で放送します。